水前寺菜は東南アジア原産の菊花三七草属の多年草である。地域によって様々な名前で呼ばれている野菜である。熊本県では水前寺菜、石川県で金寺草、愛知県では四季武草、沖縄県では半玉と呼ばれている。熊本で栽培されていた水前寺菜が江戸時代に金沢に伝わり、 加賀野菜の金と木草として全国に知られるようになった。イリストでは、学名ガイニュラバイカラーの標準和名を、水前寺名としている。中国植物名は、クレナイオう取りサイトされる。学名の由来は、族の学名、ガイニュラは、メスの尻尾を意味し、中東が長く尻尾のように見えることから。種商名バイカラーは、二色のの意味で、 葉の表と裏で色が違っていることによる。東南アジア原産。台北部や中国南部が原産地ではないかと言われている。多年層で草丈50から90センチメートルになり、茎と葉はやや多肉質で、葉は五星し、葉は長さ10センチメートル余りになり、長楕円型で切れ込みがある。刃には鈍い光沢があり、表は新緑色だが、裏側は 鮮やかな赤紫色、またはブロンズ色で潰すと赤色の汁が出る。花は夏に咲き、黄色、またはオレンジ色の小さな登場花だが種子はできない。このため、繁殖はもっぱら刺し目で行う。葉と柔らかい茎の先端部を摘んで食用にする。食材としての旬は6から11月で、葉の色が濃く、針があるのもが良品とされる。石川県。 熊本県、沖縄県などでローカルな野菜として親しまれており、軽く茹でて、ポン酢をかけたり、お浸し、汁のみ、天ぷら、酢の物などにして食べられている。茹でると煮汁が紫色になり、ぬめりと、ほのかな苦味がある。紫色の色素は抗酸化作用があるアントシアニンで、カロテン、ビタミン C、カルシウム、カリウムなどの栄養素も、豊富に含まれている。 保存する場合は乾燥を防ぐために湿らせたキッチンペーパーなどで包んでポリ袋に入れて冷蔵保存すると良いとされる。ありがとうございます。